皆さんこんにちは。今日の知っ得は飲食店経営に必要な資格についての知っ得です。よく誤解されているのですが、調理師免許がなくても飲食店を開業することは可能なのです。飲食店を開業するために必要な資格は調理師免許ではなく食品衛生責任者の資格なのです。これがあればラーメン屋さんでもレストランでも好きな飲食店を経営することができます。しかもこの食品衛生責任者の資格は17歳以上であれば学歴などに関係なく誰でも簡単に取ることができるのです。受講に必要な受講料はだいたい1万円前後です。そして受講内容は衛生法規2時間、公衆衛生学1時間、食品衛生学3時間の計6時間です。1日で全ての科目の講習が行われるため、何度も通う必要もありません。テストもきちんと講義の内容を聞いていればわかる確認テストのようなものですから、事前勉強などは不要です。6時間の座学は睡魔との戦いになるのではないかと思いますが、気合で乗り切ってください。都道府県により異なるようですが、食品衛生責任者養成講習会は月1回から2回あるそうですよ。お伝えしたように、調理師免許がなくても食品衛生責任者の資格を取れば飲食店の開業をすることは可能です。ですが、調理師免許があれば食品衛生責任者講習会の受講は免除され、食品衛生責任者となれるのです。コロナ禍で大変な時期ではありますが、美味しいお店が近くにいっぱいできると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。